本地といえばそうです。今シーズン最もゆるくお伝えすることを宣言いたします。もろもろコールドラゴンズナビゲーターの長谷川拓実とシアドラゴンズ2018リーダーの島です。どうもよろしくお願いします。さあ張り切って出てきたけどさ、はい、昨日はファニーチャット4分押しで渡して、あ、そうなんですね。ね、全然時間なかったんだけど、はい、今日に限ってなんか30分もある。ありがたい。ね、一番時間調整しやすいコーナーだからさ、はい、バラバラなんだろうね。そうですね、配分がね、はい、今日は鏡でお届けします。はい、にぎやかですよ。そうですね。そんな中お届けしていますけども、しま、ね、ちゃんが今日は実はとっても緊張してるんですって。そうなんですよ、ちょっといつもより口数少なめな感じなんですよ。皆さんなぜかご存知ですか？これ当てた人いたら。そっか、まだこれ知らないんだね。多分そうだと思います。発表されてない。別に言っちゃってもいいですよね。言っちゃってもいいですよね。今日今日なんと始球式やります。投げるんですよ。試合直前じゃないですけどね、ファーストピッチということで、はい、プレーボール10分ぐらい前に、はい、彼女が投げるんです。投げるんですよ私。とはいえもう一人投げるんですよね。そうです、はい、ベースボールメイツのリーダーのマリーナちゃんと。そうですね、はい、はい、投げます。とはいえとはいえだから緊張してるんですって。そうなんです、だからちょっと30分もあるのにちょっと私大丈夫かな、喋れるかな。この TV 知っとくも緊張してる。いっぱい緊張してます。もう朝からずっと緊張してます。あ、そうなんだ、はい、まあね、始球式ファーストピッチで特殊な体験でしょうからね。はい、めったにできないことなんで本当にありがたいです ね、 ね、光栄だよね。はい、光栄です。ちなみにさ、はい、練習はしてる？練習ですか？はい、まあ、私肩強いんで。一発本番です。おお、すげえ。ご期待を。あの聖地に向かうのって練習なしですって。ちょっと時間が取れなかったんで、はい、肩が強い。肩強いってずっと言われてるんですよ。どういうこと？あのボールすごい遠くまで投げられるねみたいな。あ、それはなんだ、学生の頃のいわゆるスポーツテストとかそういう。そうです、そうです、そうです。学校のそういうなんか野球とかソフトボールの授業とかもだし、そういうなんか体力テストとかのソフトボール投げとかも結構ビューンって飛ばすタイプなんですよ私。ビューンってのが怪しい。ビューンって。はい、じゃあ当時覚えてます？ソフトボールだかハンドボールだか何メートルぐらい投げられたんですか？わかんないんですけど、一応なんか一番、あ、一番じゃないな、なんかあれ点数ついてるじゃないですか、何メートルから何メートルまでは1点ありますね。2点、3点、結構8点、9点取れるぐらいの結構な飛距離です。10点満点中？10点満点中です。結構そういうぐらい投げられる。何メートルかは実際にわかんないんですけど。じゃあそこそこお投げになるわけですね。そうですね、それなりには。感覚的にはどうですか？こっから投げてイオンまで届きそうですか？ああ、余裕じゃないですか。でもイオン押しちゃうぐらい。ほんとかよ。だってイオン押しちゃいますね。マジか。はい、結構期待できそう。ちょっとそれもそれでいいかわかんないんですけど、冒頭みたいになっちゃいそう。いやいや、いいよいいよ。じゃあちなみにさ、まあ、大体ここでね、そういう話になると、はい、どんなフォームで投げるのかって話になるんですが、はい、今可能な限りで結構です、はい、ちょっとやってみてよ。でも私本当に本気で投げたいんですよ今日。もう可愛くとかじゃなくて。いいですよ。もうかっこよく投げたいんです。ああ、そうですか。本番は今からさらに5割増しぐらいを期待してください。へえ、そんないけるんだ。あ、怖い。今ここでは持ちますか？じゃあちなみにまず振りかぶる、セットポジション、セットポジション、はい、ランナーはいないがセットポジション、はい、それではどうぞお投げください。お、確かに腕の振りとかどうですか？ここ早かったね。はい、あの球速を上げるのに一番大事なことは、はい、このドラゴンズの海の田島忠さんにおっしゃってたんだけど、基本的には腕の振りだっておっしゃってた。へー、ここが速い人がいます、ボールは速い。まあ、単純に比較すると、あのバッティングセンターのピッチングマシンあるでしょ、はい、あれの速度が変わるのはここじゃん。ああ、確かにそうですね。でしょ、あの機械の動きです。でしょ、うん、そういった意味で今日結構のボール期待できそうですよね。女性って大体何キロぐらいの？あ、大体4、50
習してた。一緒にすればよかった。でもね、安心して、20キロぐらいだったから。わかりました、じゃあ私も。そうだね、対極的になるというね、はい、彼女が可愛らしくなる。しまちゃんは、運動できない子みたいな。だってさっきの5割増しくらいでいくんだよ。そうですね、5割ちょっと言い過ぎましたね。おたけび上げてよ。皆さんお楽しみに。はい、お楽しみに。ブルーボールおよそ10分前ほど、ファーストピッチ、